イディアノブは1977年に社員数4名、7坪の店舗から始まりました。80年代には若さと勢いで駆け抜け、海外にも渡りサロンの活動の幅を広げていきました。そして90年代に入り、イディアノブは年間売上1億円に到達し、若さだけではなく信頼と実績を積み重ね、お客様との信頼関係を築き上げました。まあ、イディアノブはスタッフを本当にこう第一に考えている会社だなっていうのをすごい感じますね。まあ、とにかくなんかお客様がめちゃくちゃいたんですよ。もうひっきりなしにやっぱお客様が満席で、セット面でじゃあカラーの放置が終わって、シャンプー台に向かいたいけどシャンプー台が埋まってます、シャンプー台から上がって今度ブローやる人と今度シャンプーする人が一斉の背でこう席を交換してシャンプーするみたいな、そんな状況がやっぱずっと続いていて、お客様と接しながら育ってきた感じですかね。まあ、グループ全体を盛り上げて働いてる美容師が成長できる場を作り続けるっていうのはすごい大変なことだなとは感じるんですけど、それを今までこうやり続けて今があると思うので、今後もそういう部分をやっぱしっかり継承して、一流の美容師をより多く作れる体制にこうチャレンジしていきたいですね。クオリティ管理っていうところにクリエイティブっていうのが入ってたりするんですけど、撮影とかコンテストとか、あとは他にも例えばカットを学びたい子、カラーをやりたい子、いろいろいると思うんですけど、みんなが楽しんでさらに成長できるような環境っていうのを作っていきたいなと思ってます。本当はどうしようもない美容学生だったんですけど、でもなんかあるきっかけでそのクリエイティブすごい好きになって、あ、クリエイティブって楽しいんだなって美容師にこうなっていったんですけど、まあ、その後もこうクリエイティブだけじゃなくてメインはお客様じゃないですか。そのお客様の接客とかがすごい苦手で、僕がやりたいのってヘアメイクなのかなみたいな、でそういう部分があったんですけど、まあ、その後その期店長だった藤本さんとか伊藤さんとかと同じサロンワークしてる上で、その後こう関わることで、それによる美容師としての楽しさっていうのが分かったりとかして、なので僕が多分やりたいのってそういう一つのきっかけを作ってあげるとか、それによってそれがすごい好きになれるとか、もともと好きなやつがもっと好きになれるとか、そういう環境を作れたらいいなって考えてます。はい、教育の重要性っていうのは、もちろん教育がしっかりしていればスタッフの成長速度が上がって会社も成長する、まあ、そのスタッフ自体も技術が早く身につけてお客さんをこうできるようになれば成長速度がかなり早まるので、会社スタッフともにいい環境を築けるんじゃないかなというふうに考えているので、そこの教育っていうのはすごい重要になってくると。教育の楽しさっていうのも、昨年度自分が初めて教育っていうのをちょっと携わるようになって、今までってやっぱこう店舗での教育だったりできたんですけど、全体のこう教育のところにこう入るってことはなかったので、思ったのは1年目スタッフコロナもあったりとかして顔合わせて話す機会とかなかったりするので、コミュニケーションを取れないっていうのもあったんですけど、今年とか研修も集合でやってるのもあるんですけど、まあ、その状態でやっぱ1年目のスタッフが全員集まってくるので、まあ、そういったところでコミュニケーションを取れたりとかするので、そこが一番こう楽しさってやりがいになっているのかなというふうに思います。目標としては来期、まあ、1年目スタッフの教育とかが加速してきて、スタイリストまでのスピード感というのがかなり早まってくると思うんですけど、と私の中ではその上でやっぱり2年目以降のスタイリストの成長というのをすごいテーマに今掲げておりまして、ここに対しての講習会だったりとか対策をちょっと自分と、あとそのエリアの店長たちと一緒に協力してちょっと作っていきたいなというふうに思ってまして、2年目以降のスタイリストを成長させてみんな締め売り上げ100万まで持っていきたいというふうに考えております。そこがまず来年度の一つ大きな目標として掲げております。やっぱり私は執行役員として、まあ、本当に会社の方向性っていうのを重要視していくわけなんですけれども、まあ、いろんな人にチャンスが与えられる会社イコール規模が拡大しなければいけないのかなっていうのを感じております。イディアノブは成長曲線を描いている会社になっていると思います。具体的には売り出しているものとか歌っているものっていうのが美容業界に対して革新的なもので、本当に新しいことを似合わせっていう技術を歌ってるので、それもこうして成長曲線を描いてる会社になれてると思います。
組織としても世代交代がうまくいってる、まあ、本当に今新しいリーダー店長たちになって本当若さと、パワーがあるのでそういった部分で期待っていうのもすごく感じてます。イリアノブはお客様をきれいにするのはもちろんそうなんですが、まあ、従業員が本当に輝いて、まあ、休み取れて、お給料いただけるような本当に一企業として今後成長していく、それがすごく大切になってくると思います。楽しいですね。今が頑張りたいなっていうふうに思える場所です。とても今は楽しいですね。私がリアノブに会社に入社して感じたことは、まず学ぶ場所としてすごく最適な場所で、それぞれ個人で学びのペースが違うんですけれども、先輩方はじめ皆さんが考えてくれてるのがすごく伝わって、私は結構ぴったりだったりとかやりたい時にガーってやるタイプなんですけれども、それも汲み取っていただけてるので、学びやすく仕事もすごくしやすい環境だなっていうふうに感じています。入社して楽しかったことは、1年目のコンテストを設けていただいた時に、学生時代からコンテストは好きだったんですけれども、初めてここまで本気でコンテストに向けて取り組めた時間とかも取っていただいた先輩方に教えていただいて優勝することができたのが、会社に入って一番楽しかった思い出になっています。入社前からバサーっていう会社は知ってたんですけども、入社してから一番思ったことはやっぱりお客様との距離が近いなと思って、アットホームだなと思って、1年目からいろんなことを挑戦できるので、お客様と触れ合う機会がとても多いので、ここでまた新たな挑戦とかお客様と会話をして自分のコミュニケーション能力を上げることとかもできるので、とてもいいなと思いました。結構自分専門学生時代から不器用だったので練習をしたいと思ってたので、それが研修という形で数多い同期と一緒に練習ができるので、とてもありがたいなと思いました。もう入社してからすぐに同期の仲間と一緒に先輩方から教わって、サロンで使えるシャンプーやカラーの技術など、まあ、今ではもうハットの練習などが始まっているので、本当早くスタイリストになれるためのカリキュラムが組まれているなと思いました。自分は結構おしゃべりなタイプなので、お客様と会話できるのが結構自分としては楽しいなと思う機会が増えているので、今でやっぱり少し慣れてきてもいるので心に余裕ができているので、そこでまたお客様と会話をする機会が増えているので、とても今は楽しいですね。バッサに入る前の専門学校時代は、私はブライダルとかメイクとか着付けとかたくさんいろんなことを検定をさせていただいたんですけれども、それをしてみてすごい迷ってしまって、スタイリストっていうことを全然考えてはいなかったんですけれども、そこで迷ってる最中に就職とかのパンフレットを何個も見ていたら、バッサで着付けとか撮影とかたくさん私が興味のあるものを挑戦できるような場所だなというふうに気づくことができたので、私はここに面接をしてみようと思ったのがきっかけです。本屋店の中西さんが着付け、あ、興味あるならやってみたらとか撮影とかもやってみなよって、もう何回も挑戦してみなって、自分が満足いくまでやってみたらっていうふうに言ってくださったので、今回も挑戦をすることができて、他の店舗とかもたくさんの店舗がある中で撮影会とかも一度行かせていただいた時に、なんていう名前なのとか緊張している中でも先輩たちからすごい来てくださったおかげで、私もその緊張がほぐれたというか、営業のこととかも何度も聞いてくださることを考えてみると、ラフな感じで来てくださる上の方たちのおかげで楽しくやれてるかなという感じで、それはバサの強みかなと思っております。オンヨーマーク。